ダメージ受けちゃった。魔法使いさん、回復お願い。はーい。じゃあ、ホイミって言ったら回復するからね。早くお願いね。ホイミって言うたら回復やで。ホイミって言うで。ホイミって言いたいねん。ホイミって言う予定が入ってる。はよ言ってくれるかな？なんかイライラしとるね。イライラするよ。しんどそうやね。しんどいよ。イライラとしんどいやったらどっちが勝ってる？どうでもええわ。はよして。じゃあ行くで。ホイミスライムって意外と厄介よな。ん？ホイル焼き好き？私は酒入れるん好き。ホイコーローってご飯進めよな。今日の晩ご飯は、ホイミスライムのホイル焼きとホイコーローにしよっか。晩ご飯はええからはよせ。ホイ。おーい、わかりました。返事か、腹立つな。あと、ホイミスライムのホイル焼き？多分まずいやろ。じゃあ、ホイミの前に、ホイミスライムのホイル焼きが美味しいかまずいか議論しようか。ホイミが先やろ。その議論もいらん。ホイ、ぶっかけたら美味しくなるかもせんやろ。議論始めるな。ならんやろ、多分。ホイル変えといて。関係あれへんがな。元気やんか。よかったな。用ないわ。あ、ホイミはええから、薬草使って、薬草。薬草、これで最後よ。え？いっぱい持たせたやん。さっき、鮭のホイル焼き作る火種にしちゃった。焼くな。薬草だけに？うるせえ。うまいこと言えたご褒美に、ホイ、する吹いてあげよう。いらんわ。お前がいらんことするからモンスターが来たやんか。早くホイミを、もしくは魔法で戦ってくれ。ホイル焼きの材料に浸ってください。差し出すなー。動画、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。